ランチ探偵は、水星大会の推理小説のシリーズ。実業の日本社の機関小説誌、某において、2013年春号から2014年夏号に、かけて、ランチ合コン探偵そこに、愛はあるのかいのタイトルで連載された。2014年9月11日に単行本、ランチ合コン探偵が刊行された後に、2016年10月5日に、 ランチ探偵に解体され文庫化された。同年12月3日には、続編、ランチ探偵容疑者のレシピの文庫本が刊行された。安楽椅子探偵のニューヒロイン、天野由ユイの鮮やかな謎解きを描く。2020年1月から3月まで、ランチ合コン探偵、恋とグルメと謎解きとのタイトルで、山本水木主演により、テレビドラマ化され、読売テレビ制作、日本テレビ系、 木曜、ドラマ F で放送された。彼氏に浮気され、破局した阿久津麗子は、新たな恋人を見つけるため、時間有給を取得して、昼休みを11時30分から13時30分までに延長し、ランチタイムで合コンを行うことにする。ランチタイムなら、お酒は入らないし、盛り上がらなくても時間制限があるので帰りやすいからだ。合コンには同伴者が必要ということで、 最近、息統合した、後輩、天野ゆいかを連れて行く。ミステリーマニアのゆいかは、男性よりも、男性が話す最近体験した不可解な出来事の方に興味を示す。ランチを食べ終わるまでの短い時間で、ゆいかは、魅力的な謎の真相を推理する。ランチ合コン探偵、恋と、グルメと謎解きとのタイトルで、2020年1月9日から3月12日まで、 読売テレビ制作、日本テレビ系、木曜、ドラマ F で放送された。主演は、民放連続ドラマ初主演となる、山本水木。劇中、ユイカトレコが、ランチ合コンを行うシーンは、実在の店舗で、ロケが行われ、実際のメニューが提供されている。大仏ホーム系リーブ営業部神奈川支社その他、本編終了直後から、ゴアとして、 ギャオで独占配信されている。サブタイトルキャスト、ランチ合コン探偵、恋とグルメと謎解きと合コン相手が来ないの前編が地上波最終回放送後の2019年3月13日から、後編が3月19日からフールにて、オリジナルストーリーで配信されている。ランチ合コン探偵、恋とグルメと謎解きとに関するカテゴリー、ありがとうございます。